アーロン・ド・オワード・カニングハムは、アラスカ州アンカレジ出身のプロ野球選手。2005年のドラフト6巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名され入団。2007年6月16日、ダニー・リチャートのトレードで、アリゾナ・ダイヤモンド・バックスに移籍。2007年12月14日、ダン・ハレントのトレードで、オークランド・アスレチックスに移籍。2008年8月31日、 メジャーデビューを果たす。2010年1月16日、スコット・ヘアストン、ケビン・クーズマノフ、エリック・ソガードとのトレードで、サンディエゴ・パドレスへ移籍。レギュラーシーズンでは、グランドスラムも放った。2011年11月16日、コーリー・バーンズとのトレードで、クリーブランド・インディアンスに移籍した。2012年11月3日に、FA となった。 2012年11月12日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。2013年11月5日に FA となった。2013年11月6日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。2014年3月12日に放出された。ありがとうございます。